やあ、刹那啓介だよ。箱庭の歌、テトラストライク。このテトラストライクのテトラってもしかしてあのテトラちゃんじゃないの？の状態に始まっていきます。スタート、ロード。これだ。日常サイド。ほんわか、日常サイド、授業中。前回のパートは、コナミちゃんのゆり展開がマジで惜しいの状態で終わりました。そして今、授業が始まっております。夏行きが出てくるでしょう。これ、クリックしたら夏行きが出てくるでしょう。はい。1日の授業が終わり、放課後になる。案の定の夏行きだー案の定の夏行きだこういう授業が終わるみたいな、そういう教室の風景が出てきた。大体夏行きが第一に出てくる。いつもそのパターンだ。もう、なんなんだよ、マジで。なんで夏なのに授業なんか受けなきゃいけないんだよ。学校だからだよ。夏は授業を受けなくていいの？よくない。よくない。よくない。お前ら、ちゃんと俺と名前知ってる？夏雪って言うんだけど。どうした？それがどうした？だからなんだ？つまり、夏イコール俺の季節みたいなもんじゃ。夏雪、お前何月生まれ？本当に夏生まれたんか？夏雪って名前してながらお前冬に生まれたんちゃうんか？そうかもしれんぞ。だとしたら夏雪の季節ちゃうぞ。なのに肝心の俺がブルーになっているその状況おかしくね。夏雪？夏の意味、夏といえばの何色かって考えてみ？青色やぞ俺としては。夏といえば青色を連想するんぞ俺は。だからブルーになった方がむしろ夏じゃないのかい？もっとハッピーな顔してはしゃいでなきゃダメじゃない？ただでさえうるさいのにそれ以上騒がれてもな。そうよ、それにブルーって爽やかで夏っぽいじゃない。おいづきもそう思うよな。夏イコールブルーじゃないですか視聴者さん。ここで視聴者さん、夏イコールイエローとか言ってみ、殴るよ視聴者さんにですね、もう恐喝しようねな。確かにそれもそうだな。そうだよ夏雪。それとも夏雪、お前の名前を冬雪って呼んだろうか。じゃあいいのかこれでも。イエローって言ったね視聴者さん。僕今から君んちに乗り込んで殴りかかるからねむちゃくちゃいい夜はこの生主、むちゃくちゃいい夜は俺もちろん嘘やけどね。もうちょっと建設的な話はできないのかよ。というか明日授業を受ければもう夏休みなんだから我慢しろ。おっ、夏休み2日前か。あ、でも授業やけん修業式入れて3日か。やったじゃん夏行き、あと3日だってよ。ぷぃー、かわいいねそのぷぃーって言い方。でも夏行きの声はこんなんです。さあ早く本拠地行きましょう。今日、ああごめんなさい視聴者さん、エンターキー押してもた YouTube にアップした時に止めてみてくださいね。そうだな、みんな荷物をまとめて教室から出ていく。そういえば稲さんに夜付き合えって言われてるけど、言われてた夜のデート、そうだったそうだった忘れた。具体的な内容は何も聞いていない。小鳥、何？今日のことって何か話聞いてる？イーナさんに夜話を聞きたいって言われてるんだけど。知らない。小鳥ちゃんにも喋ってない。これは二人きりのパターンやー。そっか。するとポケットの中の携帯が震え出す。タイミングがいいな。おい、メール。差出人はイーナさんだった。案の定です。今日の夜だが7時に学校の前に集合でよろしく。学校か、まるで監視もしくは同調されてるんじゃないかっていうようなタイミングだいや凌介、バッグの中見てみろ。イーナさんのお手製のやつが入っとうかもしれんぞ。お手製の盗聴器が。怖いなイーナさん、国家の権力バンバン使ってるよイーナ、うん、そう。ふーん、何してるんだ、置いてくぞ。あ、うん、今行く。
デートタイムかな。雨降ってる。校舎から出るとコナミが僕たちを待っていた。遅かったの。昼休みの森崎の話を思い出す。コナミは部活今日もサボり。ここにいるということはつまりそういうことじゃな。おいおい、コナミちゃん、部活動はちゃんとやらんかったらあかんぞ。ちゃんとやらんかったらな、顧問の先生に叱られるし、俺は森崎に叱られるし、むしろ俺が森崎に叱られるし。あんたなかなか度胸あるわね。出たくないんだけど仕方ないだろうって。まあ無理に出なくてもいいんじゃないか。そもそも部活の運動もやりたいやつだけやればいいんだ。お前目がいってるよ。お前自分が運動悪い、運動できんからってさ、その価値観をさコナミに押し付けたらダメだと思うな。目がいってるぞ。デメキンかな、デメキン歩夢くんってのだろうか。次から動くことを強制されるなんて間違ってる。あ、これちょっと精神的ショックだな。完全に死念が吐いていけんじゃん。だー、もうどうでもいいから早く行こうぜ。戦闘を切った夏木に続いて僕たちも歩き出した。雨降ってる。みんな傘さしとんかな。涼介、部活って何するの？ああ、うちの学校は陸上部と剣道部しかないから、走ったり竹刀振ったりかな。陸上と剣道部、まさかのメジャーな野球部とかサッカー部ないんじゃ。コナミちゃんどっち入っとうかな。コナミちゃん夏行き譲りの運動神経持ってそうやけん、陸上でも活躍しそうやしな。剣の腕前も意外とありそうやしな。なんかね、話し方がちょっとさ古臭いもん。ちょっとそれ偏見かな。あ、間違えた。あれ、あ、いけた。なんでそんなことするの？大会に出たり、身体能力向上のため。ふーん。とは言っても半分くらいの人は部活に参加するのが決まり事だから出てるだけって感じだけどね。そうなの？そうじゃよ、プロテインじゃよ。おかしいじゃろ、強制されるなんての。なんだか私みたいね。ん？もしかして敵との戦いについて言ってるのだろうか。いや、小鳥さんのは、小鳥のはそんなにお気楽なもんじゃないでしょう。何？小鳥何かやってるの？うん、何もやってない。あせー、伊豆木、ちょっとお前顔突っ込むやめてくれへんか。こっちの俺とイーナさんちゃうわ、小鳥の間の話やけん。ふーん、そういう突っ込んでくるやつバッドガイやで。女の子だけど。小鳥は何か考えているようなそんな顔をしていた。そんな顔は妙に印象的だった。っていうかさっきから涼介、小鳥のことを呼び捨てにしてるわね。して悪いか、お前だって呼び捨てだろう。いつの間にそんな関係に。違うって、小鳥がそうしてくれて言ったんだよ。ふーん、いつの間にそんな関係に。だから俺と小鳥はね、運命の人なんや。そういう恋愛感情持ってないわ。運命ではあるんだ、運命では。誤解されかけた。さあ今日こそちゃんと決めるわよ。なんだかんだでもう最多祭まであまり時間ないんだからね。最多祭、この学校での文化祭である。おう、珍しくイズネーが出る気じゃの。あんたたちにまとめ役をやらせたらいつまでたっても決まんないのはこの前のでよく理解したわ。だから今日は私がその手腕を発揮して見事に取りまとめてやるわよ。大した手腕があるとは思えんが。その前に一つお話があります。で、鼻くじくんじゃないわよ。まあまあ聞けって。伊月も絶対興味ある話題だぜ。本当でしょうね。面白くなかったら手足もぐわよ。伊月、それはやりすぎちゃうかな。伊月、ちょっと犯罪者になるよそれ。
ナルティがひどすぎないか。え、で、なんでよ、何よ。ふふん、これを見たまえ、ショック。そう言うと、夏月は携帯の画面を僕たちに見せつけてきた。なんだ、何。画面に映っているのは、夏月、もしかして AV 女優の画像とか言うんじゃないだろうな。そんなもん見せるなよ、ボケ。はあ、夏月、そんな趣味あったんなわけないって。なんだ。ゲ、非常会議団で話し込んでいる僕と森崎の姿だ。あの時のやつじゃ、前回のパートのやつじゃ。なんでお前撮ってんじゃこら、どっから仕入れてきたんその画像。へー、マジでバイオレンスですわ。もうこれといいさ、さっきの伊豆木といい、マジでバイオレンスが、ね、2人もおるんか、このさグループにはさ。お葬式はマジでバイオレンス、マジでバイオレンス。これはお前興味本位で見てんじゃないぞ、お前頬を諦めてんじゃないぞ、お前くそ、お前の目潰したろか。携帯画面を見て、伊豆木がにやけた顔でこっちに向けてくる。聞いた話だと、森崎に呼び出されてしばらくの間、二人は非常階段で密会していたらしい。さすがは凌介さんね、とうとうご飯にまで。違うよ。して姉上、密会とは何じゃ。密会というのは、山梨県で語り継がれている伝説の生き物だよ。絶対それはないな、コナミちゃん。これは絶対信じたらダメって、信じたと思うけどさ。目撃者はいるのに、未だ誰も捕まえることができずにいる。捕まえたら30万もらえるんだ。なんと。そうだったか。だからコナミちゃん、そんな生き物あるとは思うな。っていうか、お前の兄貴の方が天然記念物だぜ。ということは、両人は30万もらったのじゃな。それだけあれば、もう働きすぎずに生きていけるの、羨ましいの。待て、コナミ、いろいろ間違ってるな、お前。まず、密会はそういうもんじゃねえし。で、密会は、密会なんかをやったわけじゃねえし。付き加えると、30万で働かずに生きていけねえし。お前、お金の価値分かってねえし。そうなんだ、テストに出るかも。出ません。もらってないし、30万だけで働かず、同じツッコミしてる。凌介同じツッコミしてる。俺がちゃんとツッコんだのにさ、凌介2回目ツッコまんといて、パクるな。ちょっと、そんなどうでもいい話してんじゃないわよ。そうだ、今の話はね、俺が密会していたかどうかなんだよ。しけねえよ。で、何？告白？ん？違うってば。じゃあ何よ。それはコナミの方に視線を送る。これは言っといた方がいいんちゃうかな。ん？コナミがいるところじゃ話しづらいよな。まあそうやな。あの話題はまずコナミ抜きで話をするべきだと思い、僕は適当にごまかすことにした。どうやって。勉強の相談だよ。ああ、嘘ついてる。これは嘘つきの顔だ。鋭いな、伊月。でも本当のことは言えないし、密会にはしたくないし。クソ野郎、言い訳するならもう少しちゃんと考えた方がいいな。真面目に言い訳できてるじゃん。勉強っていうのも一つの理由じゃん。合ってるじゃん。あ、それで非常階段にも連れていくか、おかしいかな。うん、とりあえず、とある筋からの情報ですと、二人はまるで喧嘩しているカップルのようだったと。喧嘩は喧嘩っていうか、向こうが押し込んできたんですけど、喧嘩じゃないし、カップルじゃねえし。そして、凌介は一方的に森崎に怒鳴られ、森崎は怒ったり、凌介のまま非常階段を後にしたと。何あんた、もしかして告白とかそういうレベルじゃなくて、私たちが知らない間に森崎と付き合ってて、振られるとこまで行ったってわけ。はあ、とんだ凌介さんだわ。小鳥もいるってのに。伊月、お前妄想力高いぞ。小説書けばいい。だがな、それは違うぞ。
勝手に話を作るな。私が何？小鳥ちゃん出てこなくていい。なんでもない。なんでもないから。あ？かわいそうにね。振られちゃったなんて。聞けよ。ていうかそのさ、かわいそうなものを見る目で僕を見ないでくれ。僕は全然かわいそうじゃねえから。むしろマンモスが突進するかのごとくだから。意味わからん。ちょっと言ってみたけど意味わからん。ええ、聞くわよ。ほら、言ってみなさいな。あ、いや、それはその…凌介、まさか、本当に…違う、違うから、この…時にやろう。かわいそうにのう。どういうこと？小鳥さんで例えるなら、食べようと思っていたアイスが地面に落ちたって感じだ。小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、ナイスアイリアクションやな。いいよ、小鳥ちゃん、ちょっといけるよ、天下取れるよ。だあのさ、出川哲朗、ダチョウ倶楽部に並べるよ。いいよ、小鳥ちゃん。だちょんど、次さ、さ、氷水の風呂に入れてあげるけんさ、そういうリアクション頼むな。な、そんな。小鳥ちゃんがいつも言いなさそうな言葉言ったね。大丈夫？凌介。話がどんどんおかしな方に向かっている。まあこれについては後々話すから、とりあえず最多最多話に戻してよ。そうよね、まだ癒えてない傷をえぐるようなことして悪かったわ。完全に振られたことにされてる。てかお前らに罪悪感なく感じてもらいたいない。そんな罪悪感ないよ。ポチポチポチっと。ん？なずゆきは携帯いじって何やっているんだ？いや、クラスメイトや後輩たちに凌介が振られたから優しくしてやってくれって。てめえ、お前俺がいなんか痛い人に見えとんじゃねえ。まあ痛い人扱いしてんだねお前。待てよ、送るなよ。もう送っちゃったって。ペロ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 。この野郎勝手にしやがって。あとペロの回数多いわ。最悪だ。もう限定じゃんけんでグーばっか使い込んで、みんなパー出して、グーばっか使い込んでチョキでパーしか残ってないのに、みんながチョキばっか出す時みたいな感覚や。また長いこと喋った結果、出店のメニューは焼きそばに決定した。結局いずきやけんな。いずきがうまいけんな、焼きそば。情報社会怖いわ、ほんと。もう情報化社会怖いわ。つか夏雪が怖いわ。夏雪意外とカリスマ性がすごいな。後輩とのカリスマ性が、メアドめっちゃ持っとんやな。夏雪敵に回したらあかんかった。よし、いずになく小谷が積極的に押しまくった結果である。やっぱりか、お前か。小谷ちゃんあれやな、焼きそば食ってめちゃくちゃうまいって言おうたけんな。多分小谷ちゃんの脳内じゃさ、もう好きなもの、まあ、食べ物だけじゃなくて好きなもの、好きなもの全体的に総合してトップ3に入るけんな。あのアイスと焼きそばが順位的にそれぐらいの感じだったもんな。あの夏雪でさえ秋に取られていた。うちにホットプレートあるからそれを使いましょう。となると発電機が必要になるな。確か今週末までに申請しないといけなかったから、急いで申請書類用意しなきゃ。じゃあそれは俺がやっておこう。歩む、しくじるなよ。書いた申請書を時間ギリギリに出そうとしてさ、水たまりに落とすとかそういう落ちないよな。あら、助かるわ。ありがとう。出すものが決まると準備も進む。さあ、これから忙しくなるわよ。伊月はやる気満々だった。じゃあ、またな。また明日な。帰り道、みんなと別れ、僕と小鳥は二人で学校に向かって歩き始める。よかったね、焼きそばになって。そんなに気に入ってたんだ。うん、
伊豆きの焼きそば、すごい。まあ、他はダメでも、料理は得意だからな、伊豆き。料理だけなんや。とりあえず料理だけなんじゃ、伊豆き。いや、大丈夫よ、伊豆きちゃん。ちょっと可愛いからな。ちょっとだけ可愛いからな。うん、そのアイドルレベルじゃなくて、ちょっとだけ可愛いけんな。どれくらい可愛いかって言ったら、小鳥ちゃんの5分の1。5分の1?歩いていると、向こうから見慣れた車がやってきた。イーナさん、かな?僕たちに近づき、停車すると、窓が開き、イーナさんが顔を出した、やっぱり。遅かったな、迎えに来てしまったじゃないか。すいません、なかなか抜き出しにくくて。まあいい、早く乗れ。あ、はい。デートが始まる。あれ?なんで小鳥さんいるんだろう?まあいいか。そういえば、どこに連れて行かれるか聞いていない。待ってよ。今気づいたけどさ、これデートだし。デートじゃん?イーナさんとデートじゃん?小鳥ちゃんおるってんは逆にいいことかもしれんよ。なぜかってね、りょうすけとイーナさんが結婚する。そしたらさ、小鳥ちゃんが、まあ実質、義理の息子みたいな感じ、娘か。立場的には義理の娘みたいになるんじゃないかな。養子に入っとったらそうなる。あーってことは、未来の娘に自分とイーナさんの仲を見せとくっても悪くないな。小鳥ちゃん来といて、ちゃんと見ててね。刮目しやがれ。どこに向かうんですか ?RCH の臨時支部だ。RCH って何の略だったかな。まあいいや、どうでもいいや。はあ、考えといてね。考えといて、考え放棄するからね。時間が欲しい。国の秘密機関の支部ということは、なかなかすごい場所なんじゃないだろうか。と思いつつ、数分間車に揺られていると、え?ただの民家に連れてこられた。なんだその顔は。いや、だってこんな普通な家とは思わなくて。何を聞いていたかわからんが、臨時支部だと言っただろう。あ、あり合わせね。新しく建物を建てている時間も予算もないし、とりあえず必要なものは揃ってる。へぇ。豪華なもてなしを期待していたのに、噛んだな。トリュフとかフォアグラとかごちそうになれると思ったのに、国家だったらそれぐらいしてもらえると思ったのに。奥の方から何人か声を出して挨拶してくる。みんな20代ぐらいに見えた。若いな。全員 RCH の方ですか?そうだ。一応今回の敵を殲滅するまでの間は私の部下ということになっている。ふーむ。ここに着いたと同時に小鳥は RCH の人に呼ばれ、奥の方に消えていった。僕はイーナさんに案内され、今に通される。本当にただの家だな。みんなでここに住んでるんですか?住んでると言えるのは私と小鳥を含めて4人だな。それ以外に数人、護衛やら臨時対応で出入りしているが、ぼーっと座っている間にも家の中を人が行き来している姿が目に入ってくる。なんだか落ち着きがなさそうですね。これがデートか、すごいな、かっこ棒。視聴者さん、勘違いしないでくださいよ。これはデートじゃありません。ちょっとした事情聴取なだけです。ちょっと視聴者さん、二人きりだからといってデートと思ったらダメですよ。誰に誘ったからされたんですか。デートじゃありません。事情聴取です。その点私はちゃんと見てますからね。これがちゃんとデートではなくて事情聴取ってことは分かってますからね。視聴者さん、いやらしい考えはダメよ。慣れたものさ。それにまとまっている方が奇襲にも対応しやすい。奇襲させることを前提に考えてる。すごいな。さすが国家機関。奇襲?ああ、いや、なんでもない。ちょっと先やらないといけないことがあるから、少しの間待っててくれ。そう言いながら、イナさんも家の方、奥の方へ消えていった。一人きりになっちゃったね、陽介。ぼっちだね。わいわいぼっち。はい。お茶どうぞ。あ、すいません。
出されたお茶を飲みつつ、イーナさんが待っていると、小鳥が先に入っ戻ってくる。今度は小鳥ちゃんと二人きりだ。涼介、いいな、変わってほしいな。涼介って名前じゃなくてさ、節系って名前せえへん、今回、今から。節系がここにいるのちょっと不思議。勝手に涼介のことを節系って言って自分の満足感に浸るよ。ごめんな、皆さん。そう？うん。節系は今日ラッキーだった。そりゃラッキーだよ。俺飯田さんと二人きりだったし、小鳥ちゃんと二人きりになれてるし、ラッキーだよ本当。もう死んでもいい。なんで？今日の飯田は覚醒しなかったからいい運転だった。そうやな、飯田さん確か運転下手でさ、酔うんだったな小鳥ちゃん。覚醒ってなんだ、なんだイニシャル D だよな。新劇場版イニシャル D レジェンド1覚醒みたいに言うなよな。そういえば前、イーダの運転は吐きそうだなんて言ってたな。それはよかった。私はこれから敵を倒しに行くから、またね。あ、そうなんだ。あんま長い時間話せんかった。スタッフの人に連れられ、小鳥は外に向かって行く。ちょっと不安な気持ちに駆られながら、その背を見送った。すまない、待たせた。ふぅー、またイーダさんとの二人きり状態。もう俺おっぱいがみ状態。小鳥、今日も戦うんですね。うん、ああ、それがあいつの仕事だからな。そんな浮かない顔するんじゃない。だって危ないことじゃないですか。まあそこは否定しないが、とはいえあいつが今までで何体の敵を倒してきたかお前は知らないだろう。大小合わせて100体以上小鳥は敵を倒し、そのうち負けたのは1ヶ月前のたった1回だけだ。勝率高、勝率 99% 超えてるやん。小鳥ちゃんもう歴戦の猛者やな。ブリーチの世界に一人で入っていっても戦えていけそうな気がする。まあ逃げられることは多々あったが、そりゃ逃げるわな。そうなんですか。そうは言っても、その負けた1回というのがこの島での出来事なのだから安心はできない方やな。さあさっさと話を済ませてしまおう。めっちゃ噛んでるこれ。さあさっさと話を済ませてしまおう。もうちょっと噛み噛みなんでこの辺にしましょう。時間なんでここの辺にしましょう。ふぅ、さあさっさと話を済ませてしまおう。ほんと噛んどるこれ。さあさっさと話を済ませてしまおう。オッケー。じゃあ今回はこの辺で。さてこの話の内容っていうのは次回から、まあ楽しみですね。どんな話するんだろう。これからのミーティングかな。まさか結婚の段取りかな。もうそこまでの中、そんなに会ってないの、そこまでの中なんや。もうお互いになんか感じるものがあったんだろうか。次回楽しみですね。では皆さん、ここで仕上げ。ふぅ、やっと楽終わった。